つけてきました。ということで皆さん、地獄の月曜日が終わりました。今日は辛かったです。本当に辛いですね。ということでね、この T シャツ着てね、また今日もね飲んでいきたいと思います。今日はねマカロニサラダで、これがね鮭のムニエル、タルタルソースで、これがねほうれん草、この後で食べたいと思います。なんとこの3つで500円です。安いです。はい、ということで今日はね、ダーン、今日は朝日リッチいただきます。いいね、いい色してますね、朝日リッチ。じゃあ行きたいと思います。僕はマカロニサラダはソースビッタビタ系なんで、うん、ケピー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 。これ甘い、朝日リッチ香りが甘いね。あ、最高だわ、最高っす。いや、うん、今日もね飲んでいきたいと思います。まあ、ビールはね駆けつけなんで、じゃあはい、霧島ホルルでいきたいと思います。よいしょ、いいね。じゃあいただきます。うん、うまっ。うわー、うんめえ。ホルルは二階堂もうまいんだけど、ホルルが上いっちゃったな俺。これは霧島酒造、びっくりするよね。僕がいつも土曜日に行ってる、土曜日か日曜日か行ってる酒場っていうのは、水道橋にあるやんのやっていう酒場で、僕が酒場巡りをしている時に、前酒場巡りの動画を撮ってたんですよ、酒飲み YouTuber さんみたいに。で、なんか水道橋神保町でなんか面白いとこないかなと思って、勇気を出して一人で入り、それでだんだんと常連になっていきました。それで馴染みになってね、うん、もう何年だ、2年ぐらい経つのかな、通い出して。家族ぐるみというか、店主さんの人柄がねすごくいいんでね、通っています。最近ちょっと混みすぎてるんでね、あれなんですけど、
なかなか、うん、店が繁栄するって言われても嬉しいですよね。うわぁ、私は自由人です。自由人どういうことかというと、もう宇宙人です。もうなんか頭が毎日宇宙に行ってます。ゴーゴースペースパンヘイファイトなんです、毎日ね。本当に、壊れてないとこんな走んないし、こんな編集しないでしょって。よいしょ。さて今日もお湯で決めますよね。はい、今日のお湯は最後、黒いさじ式でいきたいと思います。全然なくなんねえが、まだあるから。ああ、うわあ、おお、うめえ。やばいやばい、この飲み方はマジで酔っ払う。本当にマジやばい、超うまいよ。平和がしみるよマジで。芋焼酎ファンがあんままだ多くないから浸透させたい俺。で、視聴者でも何人かいるんだけど、このピースになる感じ、芋焼酎飲んでやってほしいんだよ本当に。これ分かる人すごいよ本当。何人かいるんだけど、うわすげえなと思って、一緒だなと思って。このねピースな、あーってあったかいみたいな、うまいもん、酔っ払っちゃうよ。うん、心をオープンザマインドになるんだよ。芋焼酎はオープンザマインドするんだよ本当に。芋焼酎好きな男性女性どんぐらいいるのかな。これライブでやってみたいよ本当に。本当どんぐらいいるんだろう、多分稀な存在だと思うよ、芋焼酎推し、芋焼酎推しだこれ。なぜかなんだか、これでね人生が平和になるんだ、芋焼酎で。苦しければ苦しいほど芋焼酎がうまいよ本当に。日本酒の寄り系だよこれ、味が。日本酒もこういう味するもん。九州に住みたいもん。俺の好きなフォロワーさんが霧島酒造のさビアガーデンみたいなのさ、めちゃくちゃ羨ましかったもん俺。霧島酒造ってビアガーデンやってんだみたいな。ビアガーデンあれわかんないけど、
札幌ビール行ったことあるんだけどさ、美味しいんだけどさ、霧島酒造行きたいよ。うまい。飲めとけよ。今日は締めにエビみりん焼き、これセブンイレブンの食べたいと思います。うわ、うん、黒いさうまい。こんなんよ、みんな。こんなんだよ、こんな毎日だよ俺。うん、前は、うん、芋焼酎がうまい。でもね、バンバン行くよ。バンバン進むから、うん、かっこいいおっさん、なりたいからさ、うまいね。心がハートフルになる芋焼酎は。いや本当に、本当みんな、心が温かくハッピーになりたいんだったら芋焼酎だよ。俺もいろんな飲んできた。ハイボール、カクテル、レモンサワー、グレープフルーツ、ビール、今までもいろいろ飲んできたけど、今幸せだなって思いたいんだな。芋焼酎が一番いいと思う。お湯割りで。暑いだろうじゃん、なんでこんな暑い時なの、お湯なんか飲まなきゃ嫌いんだよと思うかもしれないけど、違うんだよ。幸せが違う。うち B さんも80歳だからね。うち B さん80歳。ね。長生きしてくれてありがたいなと思う。本当に長生きしてくれよって。ね、健康でね。ね。80おじいさんですからね。みんな若く見えるでしょ。みんな若く見えるでしょ。80歳ですからね。ではまた明日。チャオ。